次広告代理店みたいなとこですね。おー、そうなんだ。そう、やっと土日普通に休めるようになりました。広告代理店、ウェブ関係。はい、ウェブ関係。あのね、チラシ主に。ああ、チラシ、ね、チラシとホームページですね。そう、そうなんだ。そう、これでやっと青キング参加できそうなんで。いや、よかったよかった。これ土日休みか。ほんとっすよ、超久しぶりっていうか初めてかもしれないですね。ほんとに土日。そうなんだ。土日祝日全部休むのが、今までずっと介護職だったの。そうですね。で、夜勤とかなんちゃらかんちゃらだったんで。セレクション結構集まってます？まあね。そんな、まだ、そんな感じですか？まだそんなに。そうですよ。あれ？ちょっとね、集まんなかった。新宿クリーグになるかもしれないな。本当ですか？まあ、メンバー集まんないとトリーグちょっと難しいからね。トリーグだったら、はい、きついから。他の人から助けつけられるんだよ。あ、そうなんですか。そういう趣味で、リーグだったら、ね、そういうのは不可能だから。そうっすよね。でも集まってるの大体来てる方ですか。あ、そうね。キーパーの右さんと、あ、あと、森田ってやつと、森田、あ、この間多分一緒のチームじゃなかったかな。森田、なんか来てるって、はいはいはい、青木のメンバー、はいはいはい、と誰だ。そんな数えるほどか。そうそう。いや、去年のメンバーがさ、来年は分かんないから。あ、そうなんす。年はどうすんの。保留ですが終わり。